人生変わりました。これ本当にこういう、まあ、舞台作品見て人生って変わることあるんだなって初めて思った作品ですね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、古市芳生です。阿部芳嗣です。1月21日、サンシティ越谷のですねポルティコホールというところで、古市芳生セルフストーリーオペラタイムマシーンということで、上演をすることに決まりまして、この作品はですね、まあ、僕の自分の人生を僕が語り歌い、そしてそこに、魂の歌、阿部芳嗣さんがですね歌を添えていく、そして藤本元さんが優しいピアノでですね、こう語りに寄り添い、そして歌の伴奏をしてくれるというですね、とにかくこの3人の、舞台今回で3回目になるんですけれども、毎回ですね、もう会場に来てくださった方は、本当に浄化の涙を流し、笑い、そして最後は、本当に何か、素敵な、顔になってですね、帰っていくという、まあ、そんなですね、セルフストーリーオペラ、多分カタカナでね、どんな、感じなのかなと思われると思うんですけれども、一言阿部ちゃん、この、セルフストーリーオペラをもし語るとすればどんな感じですか？まず僕ね、これ2012年の 10月ですね、初めて見た時に僕は観客で見たんですけど、人生変わりました。これ本当にこういう、まあ、舞台作品見て人生って変わることあるんだなって初めて思った作品ですね。僕俳優を辞めようって引退しようって思っちゃったぐらい衝撃受けたんで、もうぜひ見てほしいです。はい、ということで1月21日、まだですね、お席の方はありますので、よかったらぜひ皆さん会場の方に足を運んで、もし来てくださる場合はぜひ大切な方と一緒にね、来てほしいなと思う作品ですので、はい、ぜひ1月21日お待ちしております。お待ちしてます。